問にどんどん答えるぞ。あ、金色は一番髪が目立つんで、それで決めてます。どん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 売り場の面積が増えて、本当だ。エプロン売ってくださいって来るんじゃなくて、自分自身で商品を選んで店頭に並べるんですか。そうです。ガレージマーケットさん、私一言で言うと、ワクワクする遊園地みたいな。明日天気になれ。しかろ。よし、やりましょう。よっしゃ。じゃあ中村さん、お客様の質問に何でも答えてください。はい、わかりました。お客様の質問にどんどん答えるぞ。あー、はい、いいですか。このポップは手作りですか、それともこうやってなんかもう出来上がったやつが送ってくるんですか。いや、これはもう店内で 手作り。そう、どこで作ってるんですか。これはそこに作業台があるんです。見たい見たいです。ちなみに書きたいです。しかもペンとか紙がいっぱいあるんですか。職場体験になってる。インターンシップへ来てみた。あ、こういうこと。はい、うん。で、思った。絶対この黄色は決まってますか。黄色しか見たことないです。黄色は決まってます、色。なんで黄色って決まってるんですか。黄色は一番髪が目立つんで、それで決めてます。で、これのペン。では、1枚ポップを作ってみたいと思います。ちょっと置いてしまいます。いきます。で、中村さんも作ってますか。僕も色欲しい。黒か。あ、色も青、赤、黒で決まってる。決まってるんですね。え、ダメだ。黒はね、あるな。500、8。さっきのポーチ528円だったんですよ。だからとりあえず同じ2個を528円と思わせといて、私の誕生日528円のものが多いと思うんです、ガレージマーケットさん、はい、だけど私の誕生日は5月28です。出来上がりました。じゃあ持ち歩いていきます。次の質問、私が質問したいのは、はい、ガレージマーケットさんに来ると、ま、何年も前からずっとこのチャムスが置いてて、はい、なんでこうガレージマーケットさんはたくさんチャムスの商品を置いてるんですか。これは中村さんが好きだからですか。これは、はい、まあ、僕が好きっていうのもありますし、うん、キャンプブームっていうこともあって物がどんどん増えて、はい、まあ、この辺のコップとかも最初はやってなかったんですよね、はい、最初は本当に洋服だけで、うん、それがそう、最近だとこちらどうぞ、財布とかたくさん置いてますよね。ああ、小さな小銭ケースとか、細かい小銭だとか、そうそう、このウエストポーチ的な小さいやつも、あとはこの椅子とかもありますし、テーブル、はい、ポットサンド、クッカー、あとスキレット、ミトだとかも増えていくと、どん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 売り場の面積が増えていく。本当だ、エプロンも出てます。エプロンもあります。かわいい。この中だとその赤が一番かわいいですね。チャムスはやっぱり赤ですね。いい、赤ですね。だから置いてるんですね。そうなんですよ。もうここに来ると絶対チャムスのね、このアウターとか全部変えちゃうので、うん、多分学生とかにも人気ですよね。そうですね。着てますよね。ノースフェイスかチャムスかですよね。ですね。フリースがやっぱりいいです。そうそう、フリース買いましたから。このね、紺と赤のやつ持ってます。あ、本当ですか、はい、この一番人気。そう、男子も女子も誰でも着れちゃうので、うん、買ってください。いいと思います。はい、あと質問いいですか、はい、よく私何年も前から、まあ、生まれてから着てますけど、上って、はい、なんかもっと奥まであったんですよ。ポストカード、キムさんのポストカードが売ってたりし、だから私常連なんですって。キム の, あの仲間とはとか書いたハガキとかをよく買って、会社のメンバーにね、よく手紙を書いてたんですよ、はい、仲間とはええもんやなみたいな書いたやつ、はい、心が温まるみたいな、あのキムのハガキをここで買って、そうそうそう、仲間がおるから頑張れるんやみたいなやつを買ってて、よくで、その奥に売ってたはずなんですよ。だけど今ないじゃないですか。この奥って何ですか。これは今は商品を、でも立ち入り禁止って書いてる。はい、今回は特別で。じゃあ、はい、行きましょう。商品を保管する場所になってます。こんなに広いんですか。広いです。前あってもそこまでだったじゃないですか。あ、そうですね。この奥行っていいんですか。あ、行きましょう、行きましょう。すごい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 。そしてガレージマーケットさんのこの建物はなんでこういうドーム型、これもこだわりですか。こう、これはうちの上のこだわりです。外から見たら何だろうってまず一瞬思うじゃないですか。で、中に入ってくると多分ガレージマーケットさん、私一言で言うとワクワクする遊園地みたいなイメージなんです。だからやっぱこの辺って電気つかないっけ。つかないかもしれないですよ、暗い。これは
けどこういう感じか、下こんな感じ。そうそうですね、ここから見るとこうなってくるんだ。もうちょっとね、奥行った方が見やすい。そう、行けます奥。すごいすごいすごい。あ、お店の端っこまでちゃんとこうなってんだ。危ない。そうですね、いい景色が下に全部見えます。お店のご覧いただけますか。うわ、すごいすごいすごい。これはいい景色ですね。だからやっぱね、私の中で遊園地。ありがとうございます。こう来るとワクワクして楽しくて、商品がいっぱいあって、だからといってもごちゃ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 じゃないんですよね。これワクワクしちゃうお店だと思ってます。そういう由来ですよね、ガレージマーケットってきっと。え、違います。そうです。ですよね。私はそう思ってましたよ。こう入る前からお店の雰囲気を見て、こう大きなドーム型で、なんだろうこの建物、ワクワクするなと思って入った瞬間、もう夢の中に来た感じ。いろんなものがあって、商品がたくさんあって、目で楽しめて感じ取れて、だからお店としては最高です。ありがとうございます。はい、どうぞ。もう遊園地だ。おいよこっちも良ければ。ここはなんだ。ここは今は事務所になる。うん、事務所。あれ、下のレジの後ろが事務所かと思ってました、勝手に妄想的に。うん、あ、すごいすごいすごい。あ、でここから向こう見てんだ。そうそうそう。じゃあもしかしてお客さん来たら見てます、ここから。見てます。やだな。だけど電気つけるとな、うん、向こうから見えるんで。ああ、ほんとここにあったのか。そう、じゃあ、ね、階段とか結構変な顔して歩いてるかもしれない知らないで。ここで本当にあの端から端まで行列できるようになったのを見て、はい、号泣してたんですよ。ああ、そこを言ってたんですね。あ、でもね、歓喜はまだまだありますね。そうそうそう、ここでこう見てて笑い声とか聞こえてきて。そうです。ああ、すごくいい絵だと思います。私上司みたいになっちゃった。こんなとこ入らせてもらってすいません。嬉しい嬉しい。社長の席はどこですか。ないですないです。ないですか。じゃあ中村さんがここにつないだりして。そうですね、僕とあとは雑貨の仕入れの人たちが、はい、商品部の人たちがここで仕事してます。もう一個質問あった、はい、カレンダーこうやって一年中貼ってるじゃないですか、はい、これはなんで下が 1,2,3,4,5,6 で上が 7,8,9,10 なんですか。これ多分貼り直したんじゃないかな。うちの商品部の人がスケジュール管理でやってるんですけど、うん、はい、全面こうやって貼るんですね。全面、毎年貼る深い意味がありそうな気がした。なんかパッと見てスケジュールが分かるように全部こうやって、まあね、1年間の荷物の出荷する日とか、はい、会議の日とか、なんかこういうのからも活気が伝わってきます。この貼り方とか一つでも商品のね、はい、資料とかね、いっぱいあるんですよ。はい、これは楽しい。なに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 、ほら、あ、何になる、ちょっと待ってよ、タイム、タイム多い、はい、え、もしかして下に並んでる商品は自分たちで選んでこうやって仕入れするんですか。ああ、そうです、そうです。あ、それは知らない、奥深いかも。え、ただただ普通にこう売ってくださいって来るんじゃなくて、自分自身で商品を選んで店頭に並べるんですか。そうです。どういう気持ちで選ぶんですか。どういう気持ちでワクワクした気持ち。天気の悪い日はちょっと沈んだ気持ち、晴れた日はちょっとうなずいて、晴れた日から明るい気持ち。あとこうやってサンプルを送ってきてくれたり、1個ずつ選ぶんですか。そうだったんですか。お店の人ってそんな苦労。お店の人、お店の人、商品部の人たちはみんなサンプルを見ながら、例えばそのキッチングッズとかあるじゃないですか、うん、じゃあキッチングッズはそのエレクターで棚、はい、何台やりますかっていうとこからみんなで考えます。え、じゃあ本当に一から手作りでお店にこうやってなんか、ああ、そうですね、物が届いて、メンバーあるものは自分たちで買うんで。ああ、じゃあお客さんの立場としてはただただお店で見るんじゃなくて、一個一個ちゃんと店員さんが考えてこう仕入れてくれてるなって見方をすると、また違う買い物できません。そうですね、多分。いや、逆に言うとですね、うん、お客様がどういうの探してるのとかも聞きたいのもありますよね。ああ、そういうことですか。え、でもなんか欲しいものとか自分が求めてるものとかが、まあ、お店に来たらもうあるようなイメージなので、このお店来ちゃうと、だからあえて欲しいもの、個人的に言うと私はドラミちゃんが好きなので、ドラミちゃんがもっとあれば嬉しいけど、ドラミちゃんが好きな人はそんなに何百人も北見にいないかもしれないので、個人的にはドラミちゃん欲しいですけど、あとはだって全部ありません、ここに。そう、さっき見るとシャンプーリンスとかあの辺ちょっと減ってたので、その辺はもうなくなっちゃった、なくなりましたけど、私的にはドラミちゃんがあればいいので、なのでちょっと割とドラミちゃんありましたけどね、まだ下にちょこっとだけ。でも持ってるものばっかりなんですよ。違う、あの、ウエスト、私、ドラミちゃんのポーチ欲しいんですよ。あ、ポーチ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、お客さんだぞ。私、ドラミちゃんのポーチが欲しいんです。お客さんに、そう、なんか探しておきます。はい、それがあれば、買います。あと、
今、その裏が荷物でいっぱいなんですけど、はい、あ、このやつも知ってる、雪だるまの雪合戦用のこれ全部専用です。え、サッカーの雪合戦用があるんですか。あ、これから売れますしね、冬12月フニオめっちゃあるはい、フニオいっぱい売らなきゃ私。あ、ここにもフニオいますよ、箱から出たフニオはいはい、売りましょう売りましょう、フニオ箱から出たいって言ってます。はい、次下抜かす。え、入っていいんですか。あ、どうぞ。ここがレジ。そう、ここのラッピングとかも早いじゃないですか、頼んだ時。え、あれね。こういう感じ。あ、ポップすごいある。そうです。これが過去に作ったポップ。え、この辺は本物の人ですか。人。本物の人です。え、この辺にいる人の。そうですね。そう、そう、自分もポップ使ってって言ったら写真載せてくれるんですか。あ、載せますよ。じゃあフニオで私作ってください。すみません。社長、社長がいます。社長。ああ、いい顔してるな。頼んだ荷物で今入ってきて、これから売り場に出る。うどんもあります。ここからどんどん出していく。そうです。こっちからその奥は運送会社の人が。ああ、こうなってるんですね。はい。誰のメガネですか。僕です。中村です。という感じで。ありがとうございました。貴重な体験を。どうですか、質問に答えてもらって。質問であった3つ4つ全部答えてもらったのと、普段入ることができない上の奥とレジの後ろってどうなってるのかなと思ってたので、そこ見せてもらってよかったのと、それよりも事務所から見る下の風景がとても良かったので、お客さんがここに並んだ時に社長がね、嬉しかったって言ってた言葉が伝わって、その場面に行けたのが嬉しかったです。ありがとうございます、はい、それからも応援してます。ありがとうございます。はい、中村さんはどうでしたか、質問されてみて。質問されてみて、はい。いや、タジタジでした。タジタジでした。楽しかったですか。あ、けどいつも見てる僕ら の, その上から見る風景が、普通の一般の人が見るとそんなに感動するものだなと思って、はい、うん、あ、やっぱりいいお店だなと思って改めて感じました。ちょっとまた明日から。そう、ここを歩いてるだけじゃなくて上から見た全貌を見ちゃうとやっぱ感動すると思います。またありがとう。明日からまた頑張ってください。はい、ありがとうございます。フニオをたくさん売りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからの冬のシーズン、寒風会、クリスマスシーズン、ガレージマーケットに遊びに来てね。